心ってどこにありますか僕は脳科学者なんで基本は脳にあると思いますけれどもここにあるって言われたらそうだよなって思うしもしかしたらお腹かもしれないと思う人いますしこの辺にあるって思う人もいるかもしれない。今日はですね「wired.jp」の YouTube コミュニティと Twitter に寄せられた脳に関する質問に答えていきます。This is、no それではですね、最初の質問です。ニシンさん。記憶は脳の中でどのように保存されているのですか。また、それを複製したり、何らかの記憶媒体に移すことはできるのでしょうか。えー、記憶っていうのは大きく2種類あって、一つはその短期記憶って言って、経験したものを短時間の間記憶していくっていうのと、あとそれを長期間維持するための長期記憶っていう方に移行する、その。 二種類の記憶のパターンがあって、この脳のこのこの下の方にある海馬って呼ばれる場所があって、でそこを中心としてまあ短期間の記憶が形成されるんですけれども、それが時間が経つとだんだんあの大脳皮質の方に移っていくと言われています。まあその脳の特定の場所に記憶が埋まっているというよりは脳の中に全体広いところでその記憶っていうのは維持されていると。であともう一つのポイントは何かというと。 記憶っていうのはあの固定されたものがずっと脳の中に残っているっていうよりは思いいいいい出すす。たたびにに新しく作られれててるう考えが言わます、まあ、物事脳の中に新しいことを覚え,る覚えて学習するもしくは記憶するっていうことは脳の中のネットワークシナプスがまあ作られるっていうことなんだけど。 そのシナプスは時間が経つとだんだんだだ弱ままってきますだけどそれを繰り返し思い出すことによってもう一回弱まったものが強くなるのでその時にもう一回新しく記憶がでできちゃうんですねだから、えー、記憶っていうのは固定されたものじゃなくて常に改変されつつあの維持されてるっていうのが正しい考え方だと思います。それを、えーほっ 学生するとか記憶媒体に移すということは現状ではどのような形で保存されているのか不明なのでまずそれは難しいですよねじゃあ次の質問はマムナムさん一般人は記憶力をどこまで鍛え上げることができるのかまた効果的なトレーニング法があれば教えていただきたいですある問題もしくはある文章を4回読んで覚えるか もしくは一回読んで三回思い起こすか、どっちの方が効果があるかというと、思い起こす回数が多い方が効果があるって言われてます。記憶っていうのは定着するときにやっぱりその出来上がったネットワークがもう一回強化されるわけですね。思い起こすことを繰り返すっていうことによって、私たちはより強い記憶を定着することができるので、何度も何度も問題をやるっていうよりは。 やった問題を何度も思い起こすっていう方を、えー、余計時間使った方が、えー、いいでしょうね。どなたたでですすかかさんから来た質問ですね脳みそは大きい方が頭ががいい脳が大きいっていうのはね人間とネアンデルタル人に比べるとネアンデルタル人の方が大きいんですね大体いい 100g から 200g 大きいです私たちよりも。 だったらそっちの方が賢いかっていうとそういうわけじゃなくて今私たちの方が生き残ってるわけだからおそらくまあ原生人類の方が賢いわけですまあ単純に脳が大きいからといって賢さが高いというわけにはいかないですね謝礼さん人間の脳は常にある割合しか使われないっていうがもしそのすべてが常に使えるなら今と比べどんな違いがあるのか脳ってやっぱりある瞬間ある瞬間 それぞれぞの場所が違うことをやってるんですねやっぱり情報の処理って順番に処理していかないといけないので,でそれはあ,のある時にはここが活動してるけれどもある時はここはちょっと弱まってるみたいなそういうネットワークのバランスっていうのがすごく大事で脳のすててが同時にワーっっ働いたら動かなくなくちゃうんですよ例えば神経が切れちゃったりして右手が動かなくなりましたっていう時に。 脳の中で右手をそれまで司ってた場所っていうのがありますけれども今度はその場所を別なことに使うようになるんですね脳は。もし使わなくなったら別なことに使われるようにできてるっていうことはなずんです常に何かのために使うっていうように脳はあの足りないリソースを何とかしようとしてるからそういう点で脳は使われてないっていう考え方は多分間違ってると思います。 宝箱さん過去のトラウマや嫌な記憶だけを消すことはできますか？まあ、ptsd なんかの治療では、えー、行動療法っていうのがありまして、その原因となる物事出来事を安全な状態で、それを思い起こすと、あの同じ悪いことが起きない記憶を上書きするみたいなことをやることがあります。例えば、最近だとアメリカはね。戦場から帰ってきた。人達たのケアのためにバーチャルリアリティで。 その戦場を再現することができてバンって大きな音がしますとだけどそれは VR の中だから安全なんだよっていうことを繰り返して体験すると爆発音があっても必ずしも俺はびっくりする必要はないんだたとえ起きたとしても大丈夫なんだっていうような、えー、記憶の上書きをするっていうことをやりますマッツさん心ってどこにありますか心臓それともの 心についてっていうのはやっぱりすごい難しいし昔からまあそれこそ何千年も前からまあ哲学者たちがずっと考え続けてきて、まあ、答えが出ないですね僕は脳科学者なんで基本は脳にあると思いますけれどもでもここにあるって言われたらそうだよなって思うしもしかしたらお腹かもしれないと思う人いますしもしくは体じゃなくてこの辺にあるって思う人もいるかもしれない。意意識識とと無意識っていうのをきちんと 区別しなきゃいけなくて、あの僕らはついつい自分のことを意識的な自分が自分の全てだって考えがちなんだけれども、実は無意識の自分っていうのがまあ8割から9割方を占めていてで、その無意識の自分が私たちをドライブしてるんですよね。だからもし私たちを本当に心ってなんだ、自分ってなんだっていうことを考えるときは。 常に意識的な自分と無意識的な自分の両方をカップルさせて考えないと。ダメなんだよなっていうのは僕の立ち位置なんだけど。うーんって思うことが多いです。f. ブラックさん。現実世界での電脳化は可能でしょうか。来ました。これ僕一番得意なところです。ここから。はい。今何ができるのかという話すると。まあ脳の中に電極を埋め込んで。でそこで脳の活動を記録しつつ。 無線を使って外にその信号を読み出すということはもうほぼできるようになってきてるんですね。シンクロンっていうところの技術であの脳に向かっている静脈に電極を血管の中に通してやってそれによって脳の神経活動を記録するっていう技術もできてて最近その電極を使って考えただけでツイートするみたいなことがあの言われてるんですね。 脳に接続するインターーフェースそれが、えー、安全に脳と接続できるようなことが、えー、一般化するようになるともしかしたらもう今私たちがなんかこのスマートフォンのねガラスをこすってるみたいなこと誰もしなくなるかもしれないですよね。だからまあそういう世の中がこれからやってくると面白いなって僕は思ってます。 ボタシウムハイドロキシドさん脳科、えー、学者の一部で意識を機械にアップロードして不死を実現するというアイデアがあるのを知りました私はぜひ被験者になりたいのですが <laughs> 今後数十年での実現可能性は高いでしょうか課題は今なんかこれのビジネスやってる人がいたらまあ、ほぼ詐欺だと思っていいんですけれども脳の中で意識ってあのどことどこが 司さだっていて私たちの意識を作っているのかってまだ分かってないんですよね。なので分かってないものをコピーしてどっかに持っていくっていうことはできないですね。これ非賢者になりたいっていうのはまあそういう点でまだちょっと時期が早いかなと思います。でももしかしたら2050年とかそれぐらいになったらちょっとはその兆しが出てくるかもしれないのでまあそれまで長生きしていただければ可能性はあるかと思います。 ジっと母さん脳同士を接続することで他人の感覚思考感情などを共有したり情報化することは可能でしょうかそれができたら香水をオンラインで試したりできるのに例えば脳の中に電極を入れてそれで私たちの言葉であるとか考えている情報を外に書き出すことはできるんですね困難なのは脳の中に情報を入れてやるってことなんですなのであの読み出しはできるんだけど入れることはできないから そうするとその脳に何かを伝えようとしたらやっぱり耳とか目とか鼻とかそういう私たちが基本的に持っている感覚ですねそこを経由して情報を伝えるしかないですね。鼻を使ってね香水を嗅ぐっていうことをやらないと今ではできないですね。ダーークウール S さん脳に信号を与えることによって特定の感情や五感を感じさせることはできますかこれはでですね、治療で 脳の中に電極を埋めることあるんですね。これはあの精神疾患とかで欧米なんかではよくやられることが多いんですけれども、その電気刺激によって脳の中を刺激するといわゆるムードですね。例えば鬱であるとか、そういうものが治療できるようにはなってきてるんですね。ただ、それはあのま精神疾患っていう。まあ、病気の治療をやっている方々に対しての倫理的な問題をクリアした前提での。 治療なんで誰もがそれができるようになるわけではないんですね。五感の中でもしあの一番与えやすいものもしくはすでに実用化されているものは聴覚ですね。いわゆる人工内耳って呼ばれるま電気的なその電極を耳に入れてあげることでま耳が聞こえない方々に聴覚を再構築するってことはもうすでにできているのでそういう意味では聴覚は一番やりやすいですね。神経刺激で五感を えー、感じさせる、五感の何かの感覚を感じさせるってことはできますけれども脳に直接信号を与えてあの聴覚を再現するってことはまだできないですね。ちょっとこれ最後ですね最後の質問岩下マイケルさん。人の脳はい。 えー、生物学的に私たちの脳がこれ以上進化するかそれはすると思いますねただ進化を私たちが見届けることはやっぱり難しいですねなぜなら進化のタイムスパンは私たちの人生の時間100年とか200年とは全く異なるレンジで起きるからですところがですね人が面白いのは生物学的な進化の上に 現状エンジニアリングで人の脳が拡張されるであるとか周りにあるこのいわゆるいろいろな情報機器ですねそういうものとの関係に応じておそらく私たちが今後何千年かけてもしくは何万年かけて手に入れるような新しい機能を外部化して脳の一部として使えるようになってきている。電脳でですすねああいうう技術がもし本当ににきるるようになったりすると もう人の脳というのは、えー、常に誰かと常につながっている一人って自分という境界がもうなくなってしまうのでそれがもうネットワークを作っていって自分というものの境界がない 集合体としての人に進化する、まあ、これよく SF なんかでありますけれどもそういう可能性がやはり出てきてるんですね私たちが研究しているもしくは工学的に開発しているそういうテクノロジーがうまくマージできたらそういう未来は必ずやってくると思います。はいえー、以上僕が一通りのこといろいろお答えしましたけれども脳が面白いのは何,何かっていうと皆さん自分の中に一個ずつ脳を持ってるじゃないですか。 で自分の脳はどういう癖を持っていてどういう時にどういうふうに振る舞うんだろうであの人は何で怒ってるんだろうとか何でこれを言うと笑うんだろう喜ぶんだろうでそういうことが日々実験できるっていう意味で皆さんも実は脳科学者になれるんですよね。脳脳脳にに対するる知識ををある程度身につけたた上で、自分の脳と立ち向かかったり、社会を脳から見たり でそれをより良い形に、えー、誘導するっていうことをちょっと試してみたら嬉しいですね。はい、以上です